にも、まあ、一応ラストスパイやってくるみたいな、カズホスパイやカズホラストで、まあ、ラストはもちろんこの割り方もできるし、もう一つのこのこの切り、あの曲がってる足、このあの相手がこう自分の体に近寄ってる足を殺す方法としては、もう一つはこの自分の膝を相手のかかとに当てるんですよ。かかとに当てて腕を下げる。そしたら取れるんですね。まあ相手は多分ストレップ、このグリップを離さないんですけど、これで割って中に入れる。で、今度はこの相手のこの足、あの足を取ったら、この手を相手の足に掴みに行くんですね。そしたらこのままあの相手の頭の後ろを掴んで、頭を下ろして膝をついけて、このままバックステップ、バックステップしたら、このままこの相手が多分ここで引っ張ってるんですよ、この腕をラストをあの粘るために。で、これをどうやってやるかというと、このまま腕を伸ばすんですよ。腕を伸ばしたら、これをもうちょっと深く持ってもいいし、まあ、このままでもいいし、まあ、深く持った方がやりやすいです。深く持って、このまま上に上がります。で、パスガードやってみます。相手がラストスパイですって言ったら、こう終わってもいいし、こっちのもいいと、膝を相手のかかとの後ろに当てて、うん、そしたら、このままこっちの手を掴みに行って、膝をつけて、バックステップします。バックステップしたら、この腕を伸ばして、このまま背中使ってます。スパイダー取って、ここでちょっと横に入れて、ズボンを持って、膝つけて、頭の後ろかいたら、バックステップして、腕伸ばして、背中の半分ぐらい持ったら、上に上がっていきます。OK ですか？